5月の第3日曜日、5月19日に執り行われた高見倉神宮秋季大駒大祭用に参列しました。年に2回。2回ですね。まあ毎月のお祭りはまた別ですけどね。はい。ああ毎月ありますね。はい、いろいろね、はい。大きなのが2回いうことですか。そうですね。大きなのがね、うん。はい。同じ形式でやられるんですか。2回と。そうですね。形式はね、開催は一緒ですね。開催以外にもお祭りありますけども、はい。5月、京都、それから、はい、10月ですね。10月ね。はい、同じ第3の日曜日ですね。あ、第3日曜日ね。はい、あ昔は日にちで決めてたんやけど、日にち、今のあれだね、日にちでやったら、間の日になったらやっぱりね、皆さんが、日にくやろういうことで、もう何年か前からもう日曜日、第3の日曜日ということにしましたけど、ね。ああ、そうですか。はい今日たくさん参加されてますけど、何人ぐらい参加されてかれこれ50名ぐらいおったんじゃないですかね。あ、そうですか。40から50でしょうね。あ、はい、コロナが明けて、うん、秋にやられて2回目ですか。そうです。あ、はい、もうこれからは年2回はずっとやっていかれて、ね、はい、いつ頃から続いてますか。まあ、だいぶ古いですよ。うんもう私の知ってる限りでは仙台その前からですね。はい。おまあここの神社の場合は氏子という人はおりませんからね。はい。あのそういうなんていうかね昔で言いましたいろいろ子というのがあったんですよね。はい。何子やのねそういう人たちがお参りなさってこれをね。支えてきたということで大阪とか奈良とかねそういったところからね河野氏がおられましたからねもうそういう人らも都市でね都市になったらもう来れませんからね宮司で何代目なのって言うんですかここで私が5代目ですねああそうですか、はいこれ何年前からこれ新しいんです昭和の初めですからあ、はい、もう何年前から宮司を務めるんですか私で平成の18年からですねあだから18年からかれこれ20ぐらいあるんですかねああそうですか、はい、大阪からはお見えになってね、うん今日これからあるのはどういう行事なんですか1時半から1時半からは上のところでね大ごまいましてねここで私いつもごまを咲いてるんですよ、はいはい、あれじゃなしに大きなごまですねはあだから大きなごまでそれ終わってから皆さんに日渡りしてもらおうかと思って、はい、え素足で渡れるんですか。もうまあそれ渡れるように熱くないようにということで、あのねそれをいあのくじを切ってどうのこうのと行者さんが7、8人来てますから。あそうですか。はい、まあそれは心配ないです。私らも渡るんですか。はい、裸足でね。へえ。まあまあ一つのええ経験ですわ。それやっぱりそういうことをできる人がだんだん少なくなってきたからね。あ、行事をね。はい、日渡りでも日渡りさせるっていうのはあんまり少なくなってましたけどね。ああ。うちはやってます。はい、行者さんはどこから来られるんですか、あっちこっちからだけども、うちは主はやっぱり吉野ですね。そうですか。来る方も大変やね。まあそういうことですね。はい、ありがとうございました。お忙しいのにすみません。途中、突然のインタビューに応じていただきました。
お祈りちゃいますかね、なんか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。